始まりました。 MCTK スタジオ TK です。亀の声さんいますか？無視ですか？亀の声さん無視ですか？やりますね、亀の声さん。早く挨拶お願いします。はい、カット。いや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 、違うじゃん、そういうのじゃないじゃん。挨拶してくださいよ。 MC ですって。 MC です。あ、始まりましたね。前回ショートっぽくなっちゃったんですけど、何の話しましたっけ？セレッソの話をちょっとして、ラーメン屋を、そう、あのフットサル後、そう、ね、ルーティーンでラーメン屋探してて、で、そうそう、ラーメンを食べ終わり、ちょっとコンビニに来て、まあちょっとここでね、雪見大福を食べましたね。そう、そう、雪見大福とホットコーヒーを飲んだんですよ、ブラックの。いや、この時期やっぱ雪見大福が最強にうまくて、でそこにホットコーヒーがとても合うっていうね、そういうプチ、何、プチトピックっていうか、なんて言うんだろう、ライフハック。TK、僕すごいまずいこと気づきました。はい、何ですか、何ですか。今まで車に乗っていて、はいはい、暗かったから、はい、なんか、はいはいはい、なんとかなってたんですけど、はい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 、今ちょっと意外と明るくて。あ、なるほどなるほど。結構僕その TK の、はいはいはい、あんまりその良くない顔が普通に映ってます。なるほどなるほどなるほど、はい、これ結構有事有事かも、はい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 、結構 まずいかもしれないですね。なるほどなるほどなるほど、はい、まあじゃあここはやばいとして、ちょっとじゃあショートでまとめるっていう感じでいきますか。そう、やっぱこれ以上、はいはい、僕の顔をね、さらけ出すのはよろしくないってことだよね。あの顔の露出が NG って意味じゃなくて、はいはいはい、良くない顔なんで、それの露出が良くないから、はい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 、僕はその、はいはい、なんか調子乗って髪も縛っちゃってるからね。そう、それが良くないのまたキモいよね。ただそんな時だからこそ一番大好きな牧野について、そう、そういうこと。牧野を率いる、そう、牧野選手率いる神戸の話をね、ちょっとね。そう、僕は牧野がすごい好きで、もうだからどっちが好きですか。じゃあ、 あの最初レッツの話したじゃないですか。はい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 、はい、レッツと牧野さんいる神戸、はいはい、どっちが好きか答えてください。もう今だったらダントツ神戸。なぜなら牧野選手がいるから。すごいね。すごいでしょ。これはすごいと思 う、 そうだって俺、牧野選手が広島から海外行って、でレッツ戻ってくるじゃん。そん時から結構好きだな。なるほどね。結構長らく好きで、まず牧野選手のいいところを語るといろいろあるんだけど、あのディフェンダーながらにして攻撃力がめちゃくちゃある。あのゴール前、その守備でも攻撃でも圧倒的ヘディング能力、加えてなんか細かいあのボールの扱いがあんまり上手くないと思われてるかもしれないけど、ビルドアップ参加時のパスの質とかめちゃくちゃ高い。でセンターバックをまあ去年までやってたけど、ボランチもできると俺は思ってんだよね。なんならトップ下もあるし、フォワードもあるし、結構そのフォーメーションの中心となる真ん中の軸はどこでもこなせるユーティリティの選手だと俺は思ってるの、牧野選手って。であと何、フィジカルマシンでしょ。で足元もあるでしょ。でヘディングアでしょ。なんかもうそこがすごいいい、僕、俺的に。で結構やっぱ日本代表でもやっぱ最終的にその牧野選手が選ばれた時とかはあのポジション奪ってあのワールドカップ出て素晴らしい活躍をしたってぐらい牧野選手がやっぱ好きなんですよ。あと髪型ね、あの髪型もすごい好きで、牧野選手がプロデュースしてるなんだっけな、ハルテンか、ハルテンっていうジェルがあるんですけど、もうそれ買ってないんですけど、まあなんか将来的に欲しいなって思うし、香水も出してるんですけど、まあ、香水も欲しいなって思うし、なんか T シャツとかコラボしてるんですけど、そういうのも欲しいなって思うし、いろいろ牧野選手がやってる事業はちょっと協力したななんて思ってるっていう、まあ僕の牧野さん愛はこれくらいにして、神戸の今回の目玉、あ、TK すいません、はいはいはい、あの動画まだ押してませんでした。嘘でしょ。嘘です。嘘でしょ。めちゃくちゃ語ってないじゃん俺。結構ね、俺が牧野選手好きっていう、そのサッカーの皆さんの知らなさそうな、意外と牧野選手を思ってるじゃん、足元やっぱ上手いですよっていうところと、あとやってる授業、サッカー以外の授業
の話とかだから結構シェアしましたね、まあ、確かに。であとまあ神戸の今回の目玉僕的には誰ですか。大きくは2つだね、ゆるき選手と扇原、はい、藤本さんは入らないですか。藤本さんはあるあるのよ。まあでもあれ目玉には入れ、まあ、入れないと、まあ、レンタルから戻ってきたわけじゃん。レンタルから戻ってきた時にボージャンに9番を渡してたがゆえに9番では戻ってこなかったっていうところが、そう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 、それはちょっとかわいそうなところだよね。俺藤本選手はねうまいよね、結構うまい、いや普通にうまい、やっぱ山田だけ、やっぱ山田なの。そう、そういうこと。じゃあちょっと今回でもこうやってメンバー見てると、うん、強いよね。やっぱセンターバックは牧野選手はどこで使われますか今回。牧野は、まあ、センターバックなんじゃない、やっぱり。やっぱフェルマーレいなくなっちゃったんで。そう、そこを龍穂と牧野で入れるっていう、もうヘディングパワータイプのセンターバックよね。左豪徳、右豪徳、左学生じゃないですか。それでもいい、それでもいい、あるね、それでもいい。で次、まあ、豪徳が万能、いがマジマジで万能で、もしかしたら扇原とホタル、ホタルのツーボラ、ツーボラでもその前にサンペールもいます。サンペールもいるし、その前にニエスタもいるし、うん、あれもいますよ。中盤めちゃくちゃ熱いよね。ゴーケもいますよ。ゴーケ、そうだよね、ゴーケは結構厳しいんじゃないの試合出んの実際どう思う。いや厳しいと思う。扇原は出てきた時に扇原、ゴーケってさワイドもできるじゃん。だそういう意味ではワイド、ゆるきとゴーケとかはちょっとあるんじゃん。あーあー、まあまあそうね。どうどう MC 的に。MC 的にはなんかどう、まずその2トップでいくのかに、そうそう、2か3かでだいぶ変わるよね。で2だったらやっぱ大迫武藤で、3だとしたら大迫で武藤ワイドでもう一人右誰かみたいな感じじゃない。右武藤でもしかしたら左にあゆるきとか、それでもあり。でもゆるきはね結構ランニング能力あるから、あのねやっぱウイングってよりかはちょっと一個下で使いたいんだよね。4-5-1、そうそう、それだったらなんかわかる。なるほど。で大迫ワントップの、そうするとさ武藤が生きる場所ちょっとないかなっていう思いつつ、ただ武藤を前半か後半のジョーカー的に使うっていう贅沢使いっていうのもあのね神戸のオプションとしてあると思う。なるほど。やっぱちょっと逆になんかこれフォーメーション難しいですね意外と。そうだからいい選手が揃いすぎてて、かつその配置で結構パフォーマンスが変わりそうな、はいはい、あの人選だなって思う。あの僕のやっぱ一番期待している選手は飯倉選手ですね。いやあれはねやっぱね攻撃的サッカーを支えるのは飯倉選手のキーパー能力ですか。やっぱあのねマリノス時代飯倉選手6キロぐらい走ってるんですよ。僕あの本当いじってないですからね。飯倉さん本当に好きですから。そうそう、やっぱねなんて言うんだろう、今回派手だよね。神戸のイケメン選手権確か1位飯倉さんでした、ね、いやもう飯倉さん、いやイケメンですから。あそう、飯倉さんと、いやでもやっぱサンペール、ホタル、うんうん、扇原あたりでをいるとイニスタが結構オフェンスに結構専念できんじゃないかっていう、うん、そう説もある。なんかさこれさ絶対やらないと思うフォーメーションなんだけど 4-3-2-1 結構あると思う俺で。なんでわざわざ守備を4枚と3枚にするか、あそのディフェンス4ボランチ3にするかっていうと、うん、あの攻撃の時に牧野と龍穂を上げるっていうオプションもあるかなっていう、はい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 、そブルーロック式、はいはい、そうだ僕も4-3-3あるんじゃないかと思ってた。4-3-3はあるけど4-3-3のしかもイニエッティは左前 の, もう3の超贅沢じゃない、それ超贅沢じゃない。僕の感覚あれは4-3-3の中盤の3はサンペール、荻原、ホタル、あまあそうそうね、まあ、そうなるよね。イニエスタ、大迫、武藤、はいはいはい、うん、でね、ゴーケとかはジョーカーで後半から出るって、まあ、ゴーケとか出すんだったらそもそもフォーメーション変えてもいいよね。そうで前半 4-3-3 でイニエスタがサイドで攻撃作って、うわちょっと嫌だなって相手のディフェンスを、あ、うん、そうだから相手からしたらちょっと右にまあ何守備に力を入れざるを得ないんだけど、後半ガラッと変えてその右から攻撃するためにそのゴートクとゴーケでその崩すとか、そういうオプションはあるよね。なんか誰かがツイッターで見たんですけど、ゴーケが左サイドバックの練習をしてるみたいな話を。おー完全青足や、青足と旗手二世みたいな。あーあるね。ただこれは僕が見たのがそれは
練習をやってるらしいっていうツイッターではなく、うんうん、誰かの願望のツイッターの可能性はあるのでこれは別に、信憑性はありませんよ。ただ今一瞬想像できちゃった世界、想像はできちゃった、できちゃったけど多分でオプションだよなって感じ。合計さ、やっぱもったいないよ。スピードある上にさ収まるじゃん。収まる。そこがもったいない。合計でもスピードあるか。いや遅くないと思うけど。いやいやあると思うよ結構。あ、いやスピードっていうか、うん、結構あると思う。でもなんか、まあ、いいバランスの選手だよね、うんうん、本当に。やっぱ言っても、やっぱ言ってもっていうか結局山田なのよ。そう、結局山田なの。なんか飯倉さんのなんかボランチとかありえないですかね。いやありますよ。飯倉さん進出行事ですから。キーパーなの進出行事ですから。でもさ、これ井上志音とかさ。そうなんだよ。結構中坂とかもうまいじゃん。そうなんだよ。志音もいいよね。志音もうまいよね。うまいうまい。うまいね。全然うまい。まあ、ちょっと顔かっこいいところからするとスタメンで出てほしくないなって思いもありますね。まあそういう人あるよね。だそれで出ちゃったらもう完璧じゃない。若い顔いい足元うまいみたいな。そう、まあでもでなんかちょっとドリーで見せれちゃうみたいな。確かに。まあじゃあサンペールとかホタルとかイニエスタとかは外れないよな、さすがに。硬いよこれは。硬い。ホタルがやっぱ、あ、ホタルっていうか大木原がだいぶでかい。だいぶでかい。この補強はやばい。だからマリノスやべえんじゃないみたいな。確かに。次回マリノスにしましょうか。あ、マリノスもちょっと語りたいのよ俺。次回マリノスにしましょうか。はいはい。ケンユー選手がいなくなってしまったマリノスどうするみたいな。確かに。やっぱでもケンユーさんに会いたいんだったらやっぱり彼オンラインサロンやってますから。さあ、はい、そう重要ですよね。そう、行きましょう。じゃああれですかね、この次、次はこの帰り道でマリノスについての話をしながらっていう感じですよね。じゃあ今回も、じゃあはい、次回の動画でお楽しみに。